きょう仙台市青葉区の一番町で今月12日にオープンする飲食店の内覧会が開かれました。大手焼き鳥店チェーンの鳥貴族です。全品税込み360円で食材はすべて国産というのが売りです。こちらお店の人気メニューの一つ、桃貴族焼きです。早速いただきます。お肉が柔らかくて美味しいです。そしてこの一串にはなんとお肉 90g も使われているということで、味も食べ応えも大満足の一本になっています。焼き鳥は全部で31種類あり、店内で串打ちしています。他にふんわり山芋の鉄板焼きや鶏釜飯などのメニューも。関東や関西、東海で店舗展開する鳥貴族、東北は初出店です。少し時間が空いてしまったんですけれども、コロナが収束した今、再びまた全国に向けて出店を加速するという計画がスタートしております。で、まあ、東北地方も出店を考えておりまして、まあ、その鍵となるのがやはり仙台。ところで今年5月に新型コロナが5類に移行して初めての年末年始を迎えます。ソフトバンクの子会社アグープによる11月最終金曜日の国分町周辺の人出の推移です。コロナ禍前の2019年を 100% とすると、翌年の20年は 54% まで落ち込みました。21年はやや回復も、その後は横ばいで、5類移行後の先月も 64% にとどまっています。国分町にある飲みどころ食いどころ夢屋、今も客の入りは元通りになっていないといいます。お客様は、まあ、若干増え始めては来てますけれども、コロナ前に比べてもコロナ前ほどの人出ではまだない。年末も近いので予約は入っては来てますけども、コロナ前に比べればまだ、3、4割は減ってるんじゃないかな。この店ではコロナ5類移行後も店内の換気や消毒液の設置などの対策を継続しています。いまだにコロナの影響が残る中、訪れる客に変化も。県外のお客様もご来店いただいてます。で、やはり、まあ、今年で言えばその七夕であったりだとか、大型の連休に絡めて観光のお客様が、仙台の方に来られて、お店の方にご来店していただいたお客様もいらっしゃいますので。忘年会シーズンは飲食店にとって書き入れ時だけに、コロナ禍前のにぎわいが戻ってくるのを期待しています。